通っても昇竜域ってのはなれねえな。でもラカムの腕はさすがだよ。もちろん、クーズのかけらが道を開いてくれているからこそだけど、それでも、昇竜域を渡るのは簡単なことではないからね。ラカムはうちの気空団自慢の総大師だからな。よせやい。そんなに褒められたら手元が狂っちまうぜ。こうやって飛べてんのは、グランサイファーのおかげだよ。グランサイファーとラカムがいりゃ、オイラたちはどこへだって行けるな。そうですね。あ、でも、ノアさんやビーさんの言う通り、昇竜域って、やっぱり大変ですよね。昇竜域がなかったら、空の旅はもっと簡単なのに。でも、あるもんはあるんだし、仕方ねえよな。結局、気空艇があれば、なんだってなんとかなるもんだぜ。そうかもしれないね。でも、ただ気空艇があるから、ではないんだよ。気空艇はそれに乗って、操って、どこかに行きたいと願う人がいて初めて役割を果たせるんだ。人がいて、ですか？そう。君たちみたいなね。おい、待ってくれ。どうしたんだよ、ラカム。ノアの言ってることは別におかしくねえだろ？いや、そうじゃねえ。ちょっと見てくれ。どうしたんだい？あそこ、島があるぞ。本当だ。島だね。昇竜域の中に島って、でもまあそういうこともあるのか。最初にファータグランデからナルグランデに渡った時もノースバストを通りましたもんね。ノースバストだってある意味じゃ昇竜域の中の島ってわけだしな。いや、そうなんだが、ちょっと変じゃねえか。そうだね、ラカム。確かに妙だ。昇竜域の内側に島があってもおかしくはない。でも普通はとても人の住めるような環境じゃないだろう。そうですよね。昇竜域には人の体には悪い瘴気がありますから。でもあの島にはその瘴気がないように見えるんだ。クーズのかけらで道を開いているからじゃないんですか？いや、あの島はクーズのかけらが示す航路から少し外れているね。ってことは、あの島にはもともと瘴気がねえってことか？昇竜域なのに？どういうことなんでしょうか？そんなことがあるんですか？僕にも正確なところはわからないけれど、昇竜域の中の穴のようなものなのかな。理由はさっぱりだが、かなり珍しい状況ってことか。そうだね。僕も初めて見るよ。ってことは、もしかしてすげえ発見なんだ。
痛くないでしょうか。こいつもオイラもついてんだ。心配するなって。そうですよね。僕もぜひ寄ってみたいな。よし、わかった。それじゃあ島に向かって舵を切るぜ。少し揺れるだろうからしっかり捕まってろよ。パッと見た感じ普通の島だな。はい、正気もありませんし、青少獣の気配もないです。ノア、大丈夫か？ああ、うん、平気さ。でも、なんだか。あ、そんな、まさか。おお、人がいたのか。驚いたな。昇竜域の中の島に人が住んでるなんて。信じられない。昔話は本当だったのか。昔話？一体何の話だ。もう一つの星の神殿、あんたたち、いや、あなた方はその神殿からいらっしゃったのですか。神殿？話が見えねえな。彼はグランサイファーを見て星の神殿と言ったようだね。何のことだ。グランサイファーは気空帝で神殿なんかじゃねえぞ。気空帝？あ、その星の神殿は気空帝という名前なのですか。おいおい、待ってくれ、冗談だろ。気空帝を知らねえなんて、そんなことあるわけねえよ。ねえよな。確かにグランサイファーはそれなりにでかい船ではあるが、にしたって神殿には。船とは川を下るときに使うもののことですか。こりゃマジなのか。あの、私たち気空士です。旅の途中昇竜域を通っていて。あの、申し訳ございません。私ではあなた方のおっしゃることを理解できない。よろしければ村までお越しいただけないでしょうか。本来はこちらからお迎えを出すべきなのですが、何分オサはもう高齢で動くこともままならないのです。え、あ、はい。団長さん、お言葉に甘えて村に寄らせてもらったらどうかな。行ってみるか。話を聞いてみないことには状況がさっぱりわからねえ。よし、それじゃあ行こうぜ。よろしくお願いします。ありがとうございます。少し歩きますが、こちらへどうぞ。
なんだい？あいつのおかしな反応、お前にはどういうことか分かってるのか？いや、確信はないんだ。もう少し様子を見てみよう。ここがこの島の村か。なんつうか普通だな。少し古臭い感じはするが、田舎だと思えばそれほど変わってるようにも見えねえな。うん、そうだね。オサの家は村の一番奥になります。あと少しだけ。おーい！おっと、こら、申し訳ございません。僕なら大丈夫。ぶつかってしまってごめんね。痛くなかったかい？元気があっていいね。あれ？ん？僕の顔に何かついているかな？白銀の髪の毛、白くてゆったりした袖の服、足には金色の輪、星の神様。え？星の神様でしょ！すごい！本当にいたんだ！僕ね、昨日ね、オサのところでお話を聞いたんだ。だからすぐに分かったよ。やめなさい！めったなことを言うもんじゃない。お前は自分が何を言ってるのか。だってだって見てよ、キラキラした貝を持ってるんだよ。絶対に星の神様だよ。いや、でもそんなことは。まさか。あなたは本当に。それじゃあこの村は。おいおい、一体どうしたってんだ？おじさんはノアさんのことを知ってるんですか？いえ、私はその。ねえ、星の神様をオサのところに案内するの？僕も一緒に行く。ダメだ、お前は家に帰ってなさい。黙りなさい。さっさと家に帰って、絶対に外に出るんじゃない。なあ、そんなに怒んなくてもいいだろう。一体どうしたってんだよ。 あの申し訳ございません。とにかくオサのところへ。わかった。オサ、お前は下がっていなさい。
はい、わかりました。何なんだよこの空気は。わかりませんが、なんだか緊張します。偉大なる星の神様、並びに最初の人々、ようこそ我が村へ。やめてくれよ、何なんだ。頭を上げてくれ。そうは参りません。わざわざのお越し、民を代表しまして深くお礼申し上げます。どういうことですか。私たち旅の途中で偶然この島を見つけただけなのに。村長さん。あ、はい、申し訳ございません。我々に何か落ち度があったのだと思います。そのことについては深く深くお詫びいたします。しかし我々は長い間懸命に誠心誠意教えを守ってまいりました。ですからどうかどうかお許しを。なんだ。至らぬ点は必ず改めます。どうかご寛大なお心で。こりゃいよいよさっぱりわけがわからねえ。なんだか私たちのことをすごく怖がってるみたいです。僕たちというより僕を怖がっているんだ。ノア、お前やっぱり何か知ってるんだな。この島に来たことあるのか。来たことは本当にない。でも心当たりはある。だからまずは。村長さん、少し話してほしいことがあるんだ。何なりと。ありがとう。この島、村に伝わるお話を聞かせてほしい。星の神殿と星の神様について。もちろんお話しいたします。絶え間なく語り継いでまいりましたので、村の者全員がそらんじられます。この地に最初の人々を遣わしたのは偉大なる星の神様でした。星の神殿へと降り立った最初の人々は、星の神様の命により星の文化のすべてをお伝えになりました。星の神様がお与えになった星の文化により、この地は豊かになり大きく発展しました。Thank you.
星の神様への感謝を忘れず、日々その教えに従って懸命に生きることが我々の務め。星の神様の教えね。守らないとどうなるんだ？それは、お怒りになった星の神様がこの地へお越しになり、罰として民は皆星の世界へと連れ去られます。そこには一切の自由はなく、厳しい監視のもと辛い労働を課せられる。なぜこんなことに。なるほどな。ようやく合点がいったぜ。つまりこの村の奴らはノアのことをその恐ろしい星の神様だと勘違いしてると。罰を与えに来たと思ってるんですね。そりゃ取り乱しても仕方ねえかもな。だがそもそも、なんでそんな勘違いが起こったんだ？さっきぶつかった男の子が言ってたみたいに、ノアさんの姿が星の神様にそっくりなんですよね。ティアモトもポートブリーズでは神様として祀られてましたし、もしかするとノアさんも。だとしても変だろう。ノアがこの島に来るのは初めてなんだから。それもそうですよね。なんとか誤解を解かないと。そうだね。村長さん、申し訳ないけれど、もう一つお願いを聞いてくれるかな。もちろんでございます。何なりと。星の神殿へ案内してほしいんだ。神殿はあなた様のためのものでございます。今すぐに。うん、ありがとう。これが星の神殿ですか？でもこれは奇空艇だな。そうか、やっぱりそうだったんだね。こんなところへ来ていたんだ。久しぶり。ノア、この船を知ってるのか？うん、最初からこの島に感じていた気配はこの船だったんだ。やはり何か不手際があったんでしょうか？うん、何もないよ。とても大切にしてくれていたことがわかる。いえ、それが当然の務めですから。心配はいらないよ。僕は君たちに罰を与えるために来たわけじゃない。それじゃあ僕はお礼を言いに来たんだ。この星の神殿を大切にしてくれてありがとう。星の神様。僕たちはもう
僕たちの世界に帰るんだ。だから君も村に戻るといい。わかりました。失礼いたします、星の神様。ノア、説明してくれるか。うん、そうだね。なんであいつらの言う通りに星の神様ってやつのふりをしたんだ。違うんだ。彼らの言っている星の神様は確かに僕のことなんだよ。どういうことだ。星の神様はとっても厳しくて村の人たちに怖がられている神様なんですよね。ノアのイメージとはなんだか違うよな。ノア。大丈夫、ちゃんと説明するよ。その話をするにはまず僕という聖少獣について語らなければならない。ノアさんは船作りを司る聖少獣ですよね。そして俺たちのグランサイファーを作っただろ。そうだね。けれど実はそれは正しいようでまだ半分だけなんだ。半分？君たちだってもう分かっているとは思うけれど、船を作るとは言っても僕は指先一つで奇跡のように船を作り出せるわけじゃない。船と船作りに関する全ての知識を持ち、それを人に伝え導き、船作りを助ける、それが僕という聖少獣。そしてここからが本題だ。僕が空の世界にやってきた時の話をしよう。星の民と一緒に星の世界からだな。うん、そうだね。今では想像もできないだろうけれど、星の民がやってくる前の空の世界には気空帝は存在しなかった。つまり島と島の間を移動する手段がなかったんだ。そうか、考えたことがなかったが当然だよな。よその島に行くことができないなんてすごく不便ですね。いや、おそらく不便だと思う以前の問題だったろうね。どんな時も誰でも自分が生まれて存在している島が世界のすべて、空に広がる他の島々にも同じように人がいるだなんて誰も考えもしない。そんな世界だったんだよ。そりゃ確かに今では想像もできねえな、そんな狭い世界に生きてたなんて。そんな空の世界に星の民がやってきた。気空帝もですね。そうだね。気空帝の存在によって空の人々は世界がずっとずっと広かったことを知った。けれど自由に行き来ができなければ意味がない。
当時バラバラに分断されていた空の世界を統治するために星の民はまず気空帝を増産する必要があった。そして星の民は気空帝建造のための労働力として空の民を集め、建造現場を効率的に指揮する役目を僕に課したんだ。気空帝を作るために働く空の人々にとって僕は、望まぬ厳しい労働を強いる恐怖の存在だっただろうね。そんなことは。もちろん恐怖で人々を縛りつけていたつもりはないよ。けれど結果としてはそうなってしまっていたんだ。この島に伝わる星の神様の話がそれを表している。いや、そのことなんだけどよ、ノアが来たこともないこの島にどうしてノアの話が伝わってるんだ？この気空帝が関係してるんだな。うん、そうだね。この船はね、気空帝の建造現場で働いていた人たちが勝手に持ち出したものなんだ。そりゃ労働者たちが作った船を盗んでそれに乗って逃げたってことか？まあ言い方は悪いけれどそういうことになるかな。満足な操舵技術もクーズも持っていなかっただろうね。それでも必死に逃げてやっとこの島までたどり着いて船が動かなくなってしまったんだね。それが村長さんの話にあった最初の人々なんですね。そういうことになるね。彼らはこの島に根を下ろし、自分たちが知っていたいろいろな知識や技術、経験を伝えて語り継いだ。僕のこともね。そんで長い時間が経ってさっきじいちゃんから聞いた話になったんだな。大体のことは分かったけどよ、そいつらどうして気空帝のことは伝えなかったんだ？星の神殿だなんて呼んで丁寧に扱ってはいても見当違いもいいところだぜ。実際そうですよね。もう飛べないんじゃ気空帝のことを話しても意味がなかったのかも。でもよ、それなら星の船とかなんとか。飛んできたっつーニュアンスだけでも普通は残りそうなもんだろう。言われてみりゃそうだな。じゃあなんでなんだ？どうだろう、当時ここに流れ着いた人たちの本当の気持ちは僕にはわからないけれど、僕は意図的に気空帝というものを秘匿したんじゃないかと思うんだ。そんな、どうして？彼らにとって気空帝は星の民による、いや僕による望まぬ支配の象徴だったんじゃないかな。
空艇に乗って逃れては来たけれど、もう忘れてしまいたかったのかもしれないね。星の民が空の世界を訪れ、混じり合い、様々な文化がもたらされ、生まれた。中でも気空艇は、それまでの価値観を根底から覆してしまうもの。空の人々にとって、世界の姿は変わってしまった。急激な変化は、時として軋轢や反発を生む。受け入れられない人がいても仕方のないことさ。そうだな。今の俺たちにとっちゃ当たり前のことでも、ここに至るまでにはいろいろあったんだろうな。うん。島へ逃げてきた最初の人々にとって、この空の世界は狭いままであってほしかった。だからきっと、島が小流域によって閉ざされてしまったのは、彼らにとっては幸運だったんだ。だから、僕たちは早くこの島から。あれ？なんか今。悲鳴だ！向こうからか？助けて！魔物って考えてみりゃ小流域の中だったな。団長さん、行こう。任せとけ。照準よし、ぶち抜くぜ。装填完了、ぶちかますぜ。逃げられないよ。フェアに行こうぜ。おとなしくしてくれるかな。どでかい風穴開けてやろう。や、どうだ。くらせい。どうだ？まか、食らいやがる！よし、なんとかなったな。子供に怪我はねえか？ごめんなさい、僕、家にいなさいって言われたのに。大丈夫だよ。痛いところはないかい？ない、大丈夫。そう、よかった。うん、ありがとう、星の神様。無事でよかったけれど、こんなところまで一人で来るのは危ないよ。危ないのは星の神様？うん、そうだね。おい、ノア。いいんだ、ナカム。僕と一緒にいるのは危ない。だから早く村へお帰り。
でも星の神様は僕を助けてくれたでしょ。あ、それは村のみんながね、星の神様は怖いって言うんだ。僕もね、そうなんだって思ってたんだよ。僕、星の神様に会ったことがなかったから。でもね、会ってみたら全然怖くないんだ。今も僕を助けてくれたでしょ。だからね、僕ね、星の神様は優しいなって思うんだよ。ねえ、そうだよね。僕は、ああ、その通りだぜ。星の神様はな、とっても優しい神様だ。やっぱりね。よかった。声が優しいし、目もすごく綺麗で優しいもんね。そうだな。だから村に戻ってみんなに伝えてくれ。星の神様は村のみんなに罰を与えたりしない優しい神様だってな。わかった、僕みんなに言うよ。いい子だ、頼むぞ。星の神様はもう帰っちゃうの？そうだね、僕たち行かないといけないから。そっか。じゃあ星の神様が帰っちゃっても、僕星の神殿のお世話を頑張るよ。だからまた来てね。うん、ありがとう。またきっと来るよ。ノア、よかったのか？島の人たちに気空艇のことを伝えなくてもかい？おう。そうだね、とても難しい問題だと思うんだ。今僕たちが彼らに気空艇というものの存在を示したとしても、島にあった気空艇はもう飛べない。そして島が小流域の中にあるという事実は変わらず、他の船がやってくる可能性も依然低いだろう。そりゃまあそうだな。俺たちもクーズのかけらを使った場所が少しでもずれてたら、島は見つからなかったかもしれねえ。それに島の人全員をこの船に乗せて連れ出すわけにもいかない。そもそも彼らがそれを望むかどうかもわからないしね。もしかしたら最初の人々も同じ気持ちで気空艇のことを伝えなかったのかもしれませんね。知れねえぜ。そうか、そうだね。僕は少し考えすぎていたのかな。そうだぞノア、気持ちはわからんでもないが、お前が思い悩むことじゃないだろう。ありがとうラカム。
心配かけたね。でもやっぱり考えてしまうんだ。長い時間が経って、空の世界で気空艇が当たり前のものになって。だから僕も忘れかけていたけれど、僕がこの空の世界にもたらしたものは何だったんだろうって。本当はただの押し付けだったんじゃないだろうかって。団長さん、言うまでもねえだろう。俺たちは気空団だぞ。お前の気空艇がなきゃここまで来られなかった。そもそも仲間たちと出会ってもいねえさ。ラカムの言う通りだぜ。それは気空艇じゃなくて、やっぱりそれに乗る人がいてこそのことだよ。船作りを司る清少獣である僕は、気空艇という文化のほんのきっかけをもたらすことしかできない。受け止めて、考えて、使って、文化として育てていくのは僕ではなくて受け取った人たちだ。グランサイファーで広い世界を旅する君たちのようにね。団長さん？え？なんて顔してんだよ。当然だろ。お前ももうその旅の仲間なんだぜ、ノア。そうか、そうだったんだね。そうですよ。ああ、育っていく文化の中を歩むことが僕にもできるんだね。君たちと一緒なら。なんだか生まれ変わったみたいな気分だよ。ありがとうみんな。これからもよろしくね。団長と言ったか、キレキレの筋肉だな。だが筋力5万の俺の動きについてくれるか。ダンベル持ったままスクワットだ。おい、
よくわかんねえけど負けてらんないぜ。ガッハッ、やるじゃねえか。ストップ！あんたたち何やってんの？筋肉を枯らしたいわけ？フィオさん、すんません、つい熱くなって。勝負とかマジでしょうもないから、比べたければ昨日の自分と比べな。っていうかダンベルスクワットに重量はいらないし、ゆっくり動かないと効かないからね。あと姿勢も全然ダメ、背中丸めたら腰いかれるから。おう、なんだかいろいろ詳しいみたいだけど、姉ちゃんは何者なんだ？ああ、ごめん、いきなり出てきてなんなんって感じだよね。私はフィオリト、みんなからはフィオって呼ばれてる。フィオさんはこのジムのエース。俺なんかとは比べ物にならねえ筋力5億のお方だぜ。5億？いや、数字舐めすぎじゃない？カロリー計算とか大丈夫？で、そんなんは別にいいんだけどさ、ねえ、私に正しいトレーニングを教えさせてくんない？私にはわかるんよ、あんたたちの筋肉がめっちゃ咲きたがってるのが。え、なんだよ筋肉が咲くって。筋肉ってお花なんよ。だって可愛いでしょ。私は庭しか花屋みたいな感じ、正しい水やりを知ってるってわけだから、マジでお願い、絶対綺麗に咲かせるから。やった、ありがとう。ローテ的に今日の私はスクワット NG だから、ま、王道のバラからかな。まずはクランチ、ちょっと見てて。まず膝を曲げて仰向けになって、両手を頭の後ろに置くでしょ。そこからおへそを見るように上体をゆっくり起こすんだけど、腰は浮かせないように腹直筋の上部を意識しながら、ゆっとこんな感じ。綺麗な動きです。ありがとう、普通に照れる。これを1セット10回で3セット、インターバルは30秒くらいかな。私の場合はダンベルを抱えてさらに負荷をかけるんよ。あんな重い
に軽々上がったぜ。さすがですね、筋力5億はすごいです。繊維が破壊されてく。あー、ローザちゃん苦しいね。痛いね、生きてる証拠。ローザちゃん、お見通し、フロリゲン届いた。綺麗だよローザちゃん、土壌が違うよ土壌が。ローザちゃん、なんだ、誰かに話しかけてんのか。ああ、ローザってのはヒヨさんの腹直筋の名前だぜ。筋肉に名前をつけてるんですか。そうそう、なんでも腹直筋を強く意識するためだとか。それって毎日花に挨拶したら綺麗に咲くみたいな、そういう根拠のねえ話かよ。まさか、彼女は無駄なことをしない。1日で歩いた歩数まで考えて消費カロリーを計算してるんだぜ。最高の肉体を合理的に追い求め、一人で黙々と筋肉をいじめる姿は俺たちマッチョ全員の憧れなのさ。あと半分だよローザちゃん、咲きそう、もう咲きそう。うわー、咲いてる、今すっごい咲いてるわ。どこが黙々なんだよ、めちゃくちゃ喋ってんじゃねえか。あの、結局筋肉が咲くってどういう意味なんでしょう。わからん。もう一回だよローザちゃん、最高、そのまま咲いて。キープ、もう一回キープ、シックスパックが咲き誇ってる。うわ、やべえ。じゃああんたたちもこんな感じで。いや、無理だっての。これでメニューは終わり。お疲れ様でした。大丈夫？ルリアちゃん用に軽めにしたけど、ギリギリ攻めすぎちゃったかも。いえ、疲れちゃいましたけど、とても気持ちよかったです。まさかオイラの筋トレまで考えてくれるなんてよ。なんだか翼がピーンと伸びた気がするぜ。よかったじゃん、ムゲットが咲いたって感じ。ムゲット、なんだよそれ。Bの翼の筋肉の名前、かわいいでしょ。あんたも筋肉に名前をつけてあげた方がいいよ。いけない、最後に大事な筋トレが残ってるんよ。そうなんですか。私これ以上は動けるかどうか。
いやいや大丈夫、水やりはもう終わったから。白と緑の塊が何かの器具なのか？全然違うし、蒸した鶏胸とブロッコリー、筋肉の肥料になるんよ。トレーニング後はすぐに食べて筋疲労を回復させるわけ。これ食べるまでが筋トレだから。ほらみんなも食べな。いただきまーす。っていうかあんた、私と同じ服でついてきたし結構やばいよね。普段何かしてる？実はオイラたち奇空士なんだ。こう見えてもいろいろ修羅場をくぐり抜けてきたんだぜ。へえ、なんか面白そうじゃん。よかったら話聞かせてくんない？やばいね、青少獣と絡みまくって、しかも目指すのはイスタルシアって。そりゃあんた筋肉も咲くわ。についてはそんなところだけどよ、なんでわざわざジムを出たんだ？あそこはお花を咲かせる場所だから、ガーデニング以外の用事は持ち込まないのが私流。お花って筋肉のことですね。フィオさんはどうしてそんなに筋肉を鍛えてるんですか？筋肉を愛してるのもあるけど、シンプル強くなりたいから。強く？それってどういう？おい、お前が団長だな。金目の門を置いてさっさと立ち去れ。筋トレでクタクタだろ。さすがにこの人数は相手にできないんじゃねえか。おいおい、こいつらいきなり何なんだよ。私聞いたことある。仕事終わりの帰空士から報酬金を巻き上げる手口が流行ってるって。ご存知なら話は早いぜ。じゃあさっさと金を置いて。大丈夫か？一体何が起きて？ああごめん、話の途中でワンパン入れちゃった。今のは全然見えなかったけど、筋肉の姉ちゃんがやったのか？はあ、余計な運動でオーバーワークになったらめっちゃ困るんよ。カロリー計算狂わせたくないし、ってことで秒で終わらせるから。やめやがって、行くぞお前ら。の姉ちゃんめちゃくちゃ強いじゃねえか。全然マジで大したことないし、私なんか雑魚っぱだから。こんなんじゃ足りないんや。
ていうか団長こそ余裕って感じ。荒事に慣れてるってガチなんだね。決めた。私団長たちの旅についていきたい。姉ちゃんが？一体どうして？ずっと思ってたんよ。ジムにこもってるままじゃこれ以上は強くなれないって。あんたたちと一緒に旅したらもっと強くなれる気がするからさ。だからお願い、役に立つって私の全筋肉にかけて誓うし。さっきので実力は分かったしな。筋肉の姉ちゃんが来てくれたらすっげえ頼りになるぜ。はい、フィオさん、これからよろしくお願いしますね。それじゃあ早速グランサイファーに案内を。あ、ちょっと待って、旅の支度とかダチへの挨拶とかいろいろ済ませてきてからでもいい？もちろんです。私たちは港で待ってますから、準備ができたら来てください。ありがとう、秒で終わらせるから。それじゃあまた後で。ごめん、待たせた？ああ、んなことやるよ。トマトジュース飲むか。おきにが手に入ってよ。ごめん、それパス。そういうのって意外と糖分多いからさ。薬でも入ってんじゃねえかって疑ってんだろ。誰も信じらんねえとかよ。それマジで生きづらくねえか。トリマ案件報告。気空団への潜入は無事成功したよ。スターの動きしかと見届けたぜ。ま、退屈な時間だったけどな。それにしてもよ、公園での茶番、あれなんだ？あんな雑魚どもをぶちのめして標的の信頼を得るもクソもねえだろうが。はあ、チェアマンが書いた星座に文句、勘弁してよ先輩。私の仕事はこれからなんで、満開に咲くとこおとなしく見ててくんない？仕事ね、特別任務だかなんだか知らねえけど、それってもしかしてよ、体よく追い出されただけだったりしてな。ラガッツォ、あんた一遍枯れとく。ハッ、嫌なこった。そんじゃまた、ま、泣きべそ書くようだったら助けてやってもいいぜ。強ければ、お父さんはきっと
誰の助けもいらない。ラガッツォも団長もみんな私の肥料にするから。それで綺麗に咲くんよ、一輪のバラみたいに。見ててお父さん。だいぶ仕上がってる。腹直筋でレンガの花壇が作れそう。飛ばしすぎだって。これでいいよ。今日は月一の特別メニューだし。特別任務だかなんだか知らねえけど、それってもしかしてよ、体よく追い出されただけだったりしてな。何やってんだろう私。気空団への潜入には成功したけど、まだ特に成果はなし。いっそ団長を誘導する？でも無理したらバレそうだし、やっぱ旅の中で探すしか。ああダメダメ、考えすぎは筋肉の敵。トリマバーピーしよう。あれれ、お困りみてえだな。じゃあしょうがねえ、先輩が手伝ってやるとすっか。ただいま。おう、帰ってきたか。ちょうど朝飯の時間だぜ。ああ、いつも通り肥料は自分で用意して。おいっとだ。うわわわ、フィオさん大丈夫ですか？ちょっと筋肉痛なんよ、オーバーワークしちゃってさ。筋トレしすぎたってことか。いつも計画的な筋肉の姉ちゃんが珍しいじゃねえか。たまにやらかすんよ、考え事してるうちにやっちゃったみたいな。何か悩み事ですか？私たちが力になれることなら何でも相談してくださいね。誰も信じらんねえとかよ、それマジで生きづらくねえか。裏切ったの？どうして？
さん？いや、大丈夫。マジで無理。姉ちゃん、団の飯も断っていつもそれ食べてるよな。まあね、マッチョ肉とマッチョ野菜だから。でもずっとだと飽きちゃいませんか？今日の朝飯はウインナーと目玉焼きトーストだぜ。オイラの一口食べるか？ありがとう。でも食事はバランス考えて管理してるからさ。それにしょっぱいのとか甘いのって大体筋肉に厳しいんよ。そうなんですね。じゃあプリンも甘いからダメですか？フィオさんの分もあったんですけど。プリン？なんだ？やっぱり食べたいのか？いや、そんなわけないでしょ。私、甘いものとか苦手だから。ごちそうさま。プリンはルリアちゃんが食べて。やばい、団長たちがプリン食べるとこなんて見ちゃったら絶対筋肉にストレスたまる。はあ、美味しいものってなんで体に悪いんだろう。さあ、今日も依頼頑張ろう。時間になったら呼んで。フィオさん、行っちゃいました。筋肉の姉ちゃん、体鍛えるためにずっと一人で頑張ってるよな。オイラ、たまに心配になるぜ。フィオさんは強くなりたいって言ってましたけど、何か理由があるんでしょうか。高い高い！ほら、みんな私のデカ上腕二頭筋にぶら下がって。お姉ちゃんすごい！力こぶ大きい！あ、いっただ、あんまつつかないで。みんな、姉ちゃんは筋肉痛なんだ。優しく触ってやってくれよ。わあ、トカゲが喋った。変なの。マキー！オイラはトカゲじゃねえ。なんなのこれ。思ってた依頼と違うんですけど。マジで？こんなでかい町で一軒もないとかヤバくない？珍しいよな。なんでもちょうどいろんな気空師が町に来てたって話だけど。おや、トカゲが喋っておる。こりゃ子供たちに大ウケじゃの。
次はみんなで別の遊びをしましょう。お姉ちゃん、鬼ごっこしたい。やろうやろう。普通に馴染んでるけど、本当に気空師がやる依頼？っていうか、たまたま通りかかった金持ちじいちゃんの依頼ってぶっちゃけ怪しすぎるんですけど。団長がお人よしなだけ？でもなんか違和感が。あ、ううん、なんでもない。気のせいかもしんないし、多分団長には関係ないし。関係ないってことはないだろ。オイラたち仲間なんだからよ。仲間か。ああごめん、タイはなかったんだけどさ。団長、筋肉痛がえぐいから鬼ごっこはパスさせて。おい、オイラ姉ちゃんの気持ちも考えずにちょっと嫌な言い方しちまったかな。姉ちゃんにとっちゃ魔物討伐とかの方が良かったよな。孤児院じゃ強くはなれないし。でもよ、もうちょっとオイラたちのこと頼ってくれてもいいよな。この孤児院でかいな。さすが金持ちじいちゃんって感じ。こんだけでかいといろいろ調べるのも大変だけど。本好きなの？こんな隅っこでずっと本読んでたんでしょ？こう見えて私も本の虫なんよ。バラを育てる王子の話とかポシェットに入れて持ち歩いてて。お姉ちゃん、みんなと遊ばせるために僕を呼びに来たんでしょ？でも行かないよ。みんなと遊ぶ暇なんてないから。あ、行っちゃった。まだつぼみだけど、私と同じ花の匂い。おはよう。いい天気だね。お姉ちゃん、言ったでしょ、みんなとは遊ばないって。気が合うじゃん。実は私もなんよ。ここら辺いいスペースだからさ。ちょっと隣でランジしてるけど、3日の筋トレだから気にしないで。だいぶ軽めだし、うるさくしないから。
るさい。ふぅ、いい汗かいた。そんじゃマッチョの肥料を。喉に詰まったとか。おいしくない。え、ここだけの話、私鶏胸とブロッコリーがめっちゃ苦手なんよ。あんたが好きだったらごめんね。でも鶏胸は食感きついし、ブロッコリーはシンプル盛りじゃん。そうだったの？じゃあどうして？強くなるには必要だからさ。いつも我慢してるんよ。でも急に嫌になっちゃった。多分プリンのことを考えちゃったからかな。はあ、プリンだと思って食べよう。強くなるために我慢。そうそう、無理はダメだけどね。オーバーワークとか最悪だし。実は僕、本を読むの好きじゃないんだ。へえ、じゃああんたも我慢を。僕もみんなもいつかはここを出ないといけないでしょ。だから周りに頼らずに自分一人で生きられるようになりたいんだ。そうやって強くなれば僕と同じような子供たちを助けることもできるんじゃないかって。マジ？めっちゃナチュラルに魔法使うじゃん。それ魔法の教本だったんだ。みんなと遊ぶ暇も惜しんで勉強してたってわけね。一人で生きる、そのために強くなるか。うん、私はいい考えだと思う。本当に？みんなで助け合えって怒られるかと思った。先生はいつもそう言うから。私は先生って柄じゃないし、庭師とか花屋とか可愛い職業が憧れなんよ。ま、私も一人で生きてきたから。お父さんもお母さんも死んじゃって、あんたと大体同じ。お姉ちゃんも？魔法はよくわかんないけどさ、筋肉を鍛えたくなったら言って、バリバリ教えてあげる。経路は確認した通り、隠し金庫は奥の部屋だろ。余裕すぎて退屈だぜ。気を抜くな。ガキしかいないはずだが、魔力は常に高めておけ。へいへい、リーダーは真面目だね。
ん？何か気配が。いて！お前たち、ここから出ていけ。へえ、冬魔法ね。ガキにしちゃやるな。この先には僕が行かせないぞ。威勢がいいね。けどよ、良い子はねんねの時間だぜ。なんて魔力。魔法ってのはこう使うんだよ。使いそうなルートは調べておいたんよ。ま、腐った花の匂いを嗅ぎつけたって感じ。それより遅れてごめん。後ろのやつを倒すのに手間取ってさ。リーダー。すごい、いつの間に。今すぐみんなを起こして逃げて。私はあいつをぶっ倒すから。お姉ちゃん一人で？それなら僕も。ううん、逃げて。あんたの勇気は認めるけどさ、無理はダメって言ったでしょ。お姉ちゃん、わかった、お姉ちゃんの言う通りにする。さてと、だるいけど、あと一人も片付けますか。そいつはどうかな。マジ？完全治癒魔法とか。見かけによらず器用なんだね。先ほどは遅れを取ったな。手負いのお前に負ける気はしない。へえ、上等じゃん。あたりの匂いがおかしい。これは多分結界魔法。戦闘の気配が漏れないように。こういうの慣れっこって感じ。こいつらノラの盗賊じゃないね。そらよ。こんなとこで消耗したくはなかったけど。スファライよ、不釈神妙の覚悟を持って私の魂を咲かせて。
団長、どうして？ガキンチョが部屋に飛び込んできてよ。姉ちゃんが一人で無理してるから助けてくれって。あの少年、私の言う通りってそういう。まあ仲間のピンチなんだ、助けに来るのは当然だけどな。次から次へと、こんな情報は聞いていないぞ。とにかくやるしかねえ。孤児院の先生が怪我でいないのも知っていたみたいですけど。あいつらも代わりにいたのがオイラたちだなんて思わねえよな。やっぱここにいたか。お姉ちゃん、ゆうべはありがとう。あんたが団長を呼んでくれたおかげでなんとかなった。はあ、本当はそう思ってないくせに、一人で戦うつもりだったんだ。やっぱバレてた。私も一つ当てよっか。あんた、めっちゃ落ち込んでるでしょ。僕、もっとやれると思ってたんだ。でも、全然叶わなくて。練習してた魔法は通じないし、あいつの魔力はものすごくて。僕なんかが魔力を磨いても、きっとすごい人たちに比べたら。ローザって言うんよ、私の腹直筋。可愛いでしょ。え？私が毎日鍛え上げて丹精込めて咲かせた自慢の腹直筋。でもさ、世の中には私よりバッキバキの腹直筋を持ってるやつなんか無限にいるわけ。でもだから何って感じ。私は私が鍛え上げて咲かせたこのローザちゃんを愛してるんよ。誰の腹直筋と比べるつもりもない。あんたにとっての魔力は私にとっての筋肉でしょ。誰かと比べずに愛してあげなよ。誰かと比べずに。そうそう、出始めに名前をつけてもいいかもね。
みる。それでもっと頑張って強くなるよ。そのためにはお姉ちゃんが言ってた通り、オーバーワークは良くないよね。ん？それってどういう。みんな、僕も鬼ごっこに入れて。なるほど。私と同じ一人作バラだと思ったのにな。案件報告。特別任務の進捗は？ゼロ！わかってるよ。そう。なら一つ聞いてもいい？孤児院に盗賊をけしかけたのは、あんたの独断専行ってやつ。へぇ。あれから調べたけど、孤児院に隠し財産なんてなかった。それにあいつら、先生がいないことを知ってたのに私たちがいるのは知らないとか、シンプルアホじゃん。つまり盗賊に誤情報をつかませて動かした人間がいる。それにあの日の不自然な依頼の消失、都合のいい依頼主の登場。スターを動かしたのは明らかだけど、チェアマンにしてはやり方がセンスない。先輩がやったなら納得。おいおい、言ってくれんじゃねえか。これはよ、俺なりの優しさなんだぜ。とびっきり強くて悪い奴をぶちのめせば、団長さんもお前を認めるはず。そうなりゃこっちのもんだろ。あれを探すには団長さんの協力が必要だからな。ま、とはいえよ、お前らまとめて全員抹殺っつうオチをちょっぴり期待してたんだけどな。結局自分が楽しんだだけ。余計な真似しないでくんない？セストちゃんは上目指してんだよな。なら話は早い。とっとと成果あげな。あいつの言ってることは間違ってない。こんなんじゃお父さんに顔向けなんて。あの、フィオさん、お帰りなさい。
どうして？こんなに遅い時間なのに。やれやれ、それはお互い様じゃねえのか。どこ行ってたんだよ。最近一人でいろんな場所に出かけてたみたいだけど。やばい、もしかしなくても疑われてる。そのいろいろ調べてて、そう、資料を集めてたんよ、筋トレの。でももう出かける必要はなくなったから。うわ、私の嘘つき力低すぎ。なんだ、そうだったんですね。そういうことなら今度からは私たちも手伝いますよ。え？なんでびっくりしてんだよ。同じ船に乗って旅してんだから助け合うのが当たり前だろ。ローザちゃん、うん、このままは良くないし、ちゃんと話した方がいいかも。フィオさん？筋肉は裏切らない。でも人は裏切る。私のポリシーなんよ、強くなるための。筋肉は正しく鍛えたら強くなる。私の思いに応えて綺麗に咲いてくれるんよ。けど他人は違う。私の思いとは関係なく、裏切られたら枯れるんよ。だから誰の助けも借りない。私は一人で強くなる。それで私たちには頼らずに。でもそうやって強くなって結局どうするんだよ。嘘はつきたくないから正直に言うけど、ごめん、それは言えないよ。何それって感じだけど。話してくれて嬉しいです。まあ秘密があるやつってここには結構いるからな。フィオさんがどう思っていても、私たちは強くて優しいフィオさんを信じますから。ルリアちゃん、実は今日の昼間に孤児院のガキンチョが来たんだ。筋肉の姉ちゃんのこと初めて信じられると思った人だいって言ってたぜ。マジで？あの少年が？それでよ、ガキンチョが何か礼がしたいって言い出して。豆腐で作ったプリンだぜ。おいらたちみんなでいろいろ試しながら作ったんだ。甘いですけどヘルシーですよ。きっと筋肉にも優しいです。私のために？姉ちゃん嘘が下手だよな。甘いものが好きだってバレバレだったぜ。今日はお
遅いですから、明日食べた感想を聞かせてください。まあいろいろ事情があるんだろうけどよ、話せる時が来たら話してくれよな。待って団長。あの時孤児院で助けてくれてありがとう。お腹鳴ってるし、無理は良くないか。これマジで豆腐？ローザちゃんが喜んでる。本物の豆腐なんだ。おいしい。